今日はギターのお兄さんは爆発しないで、いつもねライブやるときに爆発するんですよ。ボーンっていきなりなんか演奏中になんかそうバイバイバイとかなんかもうね雷が落ちるみたいな現象にいつも落ちるんですよね。ギターあるあるかもしれないんですけど、今日はあの大丈夫そうだね。で本当は今日ねこっちでやるとか言って、最初こっちのアンプ使うとか言ってさこっちでやってたんだけど、なんかこうしっくり来なかったみたいで、最終的になんか移動させてさ、大丈夫だよねここで。はい、よっしゃー、よっしゃー。はい、我らがバンドリーダーって感じですね。あのいつもそう、落合さんがいないと、もう実はまあ確かにそのギターがしっくりこないから場所を変えたってのもあるんだけど、私はこっちにいるとさ、あのベースが見えないわけ、ね、で、なんかギターもなんか吉本さんはこうね、こう落合さんを見たいわけですよ。でみんな落合さん見たいからこの位置になったみたいなのもあって、そう、愛されベースなんで、はい、ベース落合しろ、はい、最年少、最年少、あ、ポインター最年少、あのお客さんがいつも、ね、ピチピチで若い子だからちょっとびっくりしちゃって今日ね、あの私のお客さんはいつもあの元気いっぱいなんですけど、どうぞこっちの通りなんか若いさ、あの素敵なお客様がねちょっとびっくりして、はい、あのドラムの方のファンでございますね、はいはい、ドラム田村の祖母、はい、バンドはね、まあ時間見てそうだね8時10分とか、まあ、20分ぐらい休憩してまた5曲ぐらいやって今日は終わりって形なので、よかったらセカンドも聴いてってください。ありがとうございました。